械戦隊ゼンカイジャー、ゼンカイザー五色高い役、駒木ねきいたです。マシン戦隊キラメイジャー、キラメイブルーを押し切りしてくる役の水石アトムです。怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャーから、ルパンレッド矢野帰り役の伊藤浅井です。よろしくお願いします。長い。相手のスーパー戦隊で羨ましいと思ったところはありますかということで、ルパン戦隊どっちが好きだっやっぱかっこいいですよね。本当は僕も作中にアデューとか言いたかった。ちょっとそれはおかしいですよ。ゼンカイジャーさんはこの真ん中に選ばれる人は選ばれし者だな。そして初じゃないですか、続投されてる。単純に羨ましいなって、うん、僕もアデューみたいな、はい、僕チョアーなんですよ。スタイリッシュかっこいいなと思いました。ありがとうございます。アトム君は同じ匂いがするなっていう、真面目にバカをやるって言ってなんか振り切ったやつとかもやっぱり素敵だなって。やっぱ何よりも5人人間がいなっちゃうんで、それはなんか僕としてはどっちも羨ましいですね。そうですね、うん、キラメイジャーから見せていただくと、キラメイジャーのみんなで輪になって遊んでるっていうイメージがあるんですけど、先生現場で遊んでるんで、いやいや、いい意味でこういう人たちだったから、ああやってなんかキラキラした作品が作れたんだなって一緒に応援してみて思いました。前回じゃやっぱり変身した後が白になるのはずるいなって思いました。唯一無二感があっていいなって思いましたね。です。世界戦隊前回じゃ対キラメイジャー対先輩じゃ上映中です。ぜひ劇場で見てね。アデュー。アデュー。